時間によって車線運用が異なる交差点での可変標識の例 LED による可変標識の例可変標識とは、標識の表示を日時や道路状況に応じてタイムスイッチや遠隔制御信号を用いて自動的に変えることができる道路標識のことである。交通規制がきめ細かく行われた場合、補助標識を併用した標識では、 道路利用者の認識に時間がかかる可能性があるため、道路利用者の負担を減らすために必要な、標識図柄を必要な時間帯だけ表示するために、可変標識が用いられている。警察庁では、通常の補助標識では煩雑になる場合は、可変標識を用いるよう指示している。この時、可変標識にイタを設ける、際ののイタの色彩は白色、または灰色が用いられる。 道路標識ハンドブック2012年度版では、可変標識は以下の種類に分類している。可変標識は一般的に設置されている反射式標識と比べて維持管理費や制御機の更新費用が多くかかる。ライフサイクルコストへの配慮から更新時には可変標識を廃止して反射式標識に変更する場所も現れている。 なお、可変標識の故障によって誤った標識が表示されている状態で摘発を行うことは不適切であり、摘発されたドライバー全員に対して反則金を還付するなどの措置が行われる。リバーシブルレーンで可変標識が用いられている例交通量が時間帯によって上下線で著しく変動する場合に交通の円滑化を図るため中央線変異システムが敷かれるが、 この時に発光式道路病などと併用して可変標識が用いられる。中央線変異システムが導入されている区間には可変標識を設けた表示装置が設けられており、奇襲点には起点門型表示装置、終点門型表示装置、区間内には中間門型表示装置が設置されている。新東名高速道路における可変式速度規制標識高速道路を走行する。 車両の安全走行を確保するため、規制速度を可変表示する可変標識。標識版の素地は黒色で白色または黄色の透過によって最高速度を表示する。高速道路上に設置されている気象観測装置や地震計による震度情報、道路パトロールによる情報などに基づいて適切な規制速度が表示される。 現在は LED 式が主流であるが、かつては反射式や字幕式の可変式速度規制標識も見られた。反射式のものは3枚構成の円盤を回転させて最高速度を示すものが主流であったが、霧などが多い区間では電光式も用いられていた。補助標識を強化式性の起点、終点となり得る標識を、境界型標識、規制の区間内になる標識を、 中間型標識と呼ぶ。通常時の最高速度、何らかの事象が原因で設定される道路管理上必要となる最高速度、可変式速度規制標識の表示内容の関係を表にすると以下の関係となる。この可変式速度規制標識の制御機は、電装部、制御処理部、電源部によって構成されている。また、最高速度を示す。 本標識の部分は、調光用センサが組み込まれており、光源から発せられる光を昼、夜の2段階で調節することで昼夜問わず、視認性を確保している。制御方式としては、ブロック区間ごとに一括で制御する、ブロック制御方式が採用されている。次のブロックへ移行する直前に、境界型標識が設置されており、前後のブロックで、 規制内容が異なる場合は突合性回線を用いて、その境界型標識の表示を変更させる。夕方3可変標識版日本では1969年に初めて可変標識が東京都新宿区神楽坂に導入された。翌年の1970年には東京都中央区すきや橋で NHK の時報の電波を受信することで時刻を判別する可変標識が設置される。 その後、初期の形態として1973年に単独投下式可変標識と単独全反射式可変標識として警察庁で使用化された。1976年には交通情報の提供を目的とした交通管制用可変標識が誕生した。字幕式であらかじめ印刷された10種類の表示から1つを表示させるもので、 交通管制センターから指令によって、図柄を変更する。その後、単独透過式可変標識の後継機として、三可変透過式可変標識が開発される。この機器は習慣プログラムによって操作することが可能となり、また主制御機から信号を送ることで複数の可変標識を同時に制御できるようになった。1981年に、路側式可変標識が使用化される。 表示できる標識の数は、単独全反射式可変標識と同様に2可変で、あるが、可変方式が、回転式、上下式、字幕式の三方式がある。太陽電池によって作動し、万年プログラムを持つようになった。そのため、商用電源の引っ込め工事が不要で、設置場所の制約を受けなくなり、狭い生活道路での設置に適したものである。 この可変標識の実用化に先立ち、万年強硬交差点で試験設置が行われた。毎日新聞が太陽電池による省エネルギーの可変標識として大きく取り上げたほか、その記事が英字新聞で掲載され、世界的に大きな反響を呼んだ。その後、A 型3可変等化式可変標識や A 型全反射式可変標識などが制定されたが、方式や機能は、 従来のものと変わらなかった。昼夜で規制を変更できるよう、制御機に日ので、日の入りの時間を記憶して、定時になると作動する、焦度対応可変標識が1992年に日本で初めて設置された。1999年に夕方三可変標識版が制定された。この機器は図柄が描かれた複数本の三角柱を回転させる構造となっており、 従来にはない新しい可変方式をした可変標識である。イギリスにおける可変標識の例。数字は最高速度を示し、左下を向いた矢印は左に揺れを示す。イギリスでは高速道路で可変標識が用いられており、空格部に赤色と黄色のライトが組み込まれ信号機としての機能も兼ね備えている。道路上空にあり直下の車線の規制を示すものと、 路側に設置されるものの2種類が存在する。最高速度や車線の通行可否を示すほか、気象状況も表示される。可変速度制限方式は1995年に導入されたもので、それに伴い可変標識を設置した。この施策によって旅行時間の削減や交通事故の減少、交通流の清流化が見られたため、1997年から この事業を恒久的に実施した。しかし、2004年に英国会計審査員は効果が認められないという報告を出している。そのため、システム全体の見直しが実施され、2013年にスマートモーターウェイとして可変標識のシステムが改良された。フィンランドでは1994年に沿岸高速道路の1 2トルの区間で思考的に天候状況で 表示内容を変更する可変式速度規制標識を導入した。試験設置した標識は100、80、60の3段階で規制速度の表示を変更することができる。また、警戒標識の可変標識も設置し、路面凍結や工事、危険の注意を促せるようにしている。試行的に可変標識を設置した区間では気象情報が5分間隔。 交通情報が15分間隔で収集できるようにし、その情報をもとに各標識の表示を操作した。VMS の試験設置の結果、滑りやすい道路と表示された区間を通過する車両は平均速度が低下する傾向が見られた。こうして、試行設置により可変標識の設置で事故減少や経済効果が見込めるとしたため、国内の他の区間でも導入された。 2005年3月時点では、フィンランド全国で400機、総延長 350km の区間で設置が拡大した。この時、約半数の標識が手動で、表示内容を変更するもので、残り半数は機械制御による自動式であった。この時点での評価として、適切な規制速度が表示されることによって、速度抑制などの効果が発揮され、 大多数のドライバーから好評を得ていた。ありがとうございます。